Quantum Bridge.
ああ、なんて鬱陶しくて明るい日だ。500年間の時の中で、こういう日は初めてだ。何しろ、世間を欺く国は、世間と同じ顔色をなさらなくては。しかし、世間の人々は、黒い雲から日差しを探すまい。古い友人に会いに行くとしよう。彼女ならこういう天気でもご機嫌なのだろうね。ここにいたんだね、師匠。ここの景色は最高だね。長光に教えてもらったんだ。多分自分では見つけられなかったと思うよ。もうみんなと打ち解けたようだね。さすが君だ。いつも予想を超えてくれる。ちょっと、私にエスキューバルキリーになるなんて言ってきたのは羅刹人のあんたでしょ。新しい身分に早く慣れてほしいのか、慣れてほしくないのかわからないよ。ああ、余計なお世話だったみたいだね。君が現代社会に馴染めているかどうか心配だったんだ。まあね、私たち自在門の感覚から言うと、人々の暮らしはそんなに変わってないと思うよ。電子レンジ、シャワー、水洗トイレ以外は。ただこの時代の人々は自由に生きることができる。今の世界には便利な道具がたくさんあるから、一般の人も自立して生活できているんだね。だからまあ冗談なんだけど、もし自由の基準が数日前のあんたみたいに痛いところをついてくるね。長光と琥珀が君の面倒を見てくれたことに免じて、多めに見てくれないか。私は早く
ジュランダルやリタたちと知り合いになりたいと思ってたのに。早く彼女たちと手合わせがしたいよ。リタは少し難しいかもしれないが、ビアンカは普段通りなら手合わせを拒んだりしないだろう。あんたが行方不明になっていたせいで、みんながめちゃくちゃ忙しくしている時でも？さすがにそこまで空気を読めない人にはなれないよ。あんたは帰ってきたけど、他の人たちは任務に出始めているじゃない。というか、あんたの最終計画、本当にそこまで複雑なことを行う必要があるの？どちらかといえば、そういう自己満足な方法だけが得意なんだろうね。本当に自己満足？おそらくあんたも死ぬだろうって言っていなかった？ああ、その通りだ。君も知っているだろう。僕は自分の命をそんなに気にしていない。あんた、参ったな。まあそんなことより、もっと驚いたことがあるんだ。本当に過去と現在の境界を壊していないの？今この町はあっちこっちで心霊現象だらけになっているんだけど。おや、長光はその件も教えたのか。先に言っておくが、500年前の世界を召喚してはいないよ。僕はただその情報を投影させてもらっただけさ。500年前、ここは古い戦場だった。あの開花は見えるかい？あれは過去にあった強い意識の投影だ。しかし、あれらは所詮時間が残した残滓に過ぎない。興味がなければ相手をしなくても構わないよ。愚か者どもめ、僕はマサイル・アポカリプス、アポカリプス家の当主、天命の正当な主教だ。誰が僕を殺せるか見てみようじゃないか。おや、これは甥のマサイルのようだ。彼は傀儡の主教の座につき、最後まで自分も他人の駒であることに気づいていなかった。私がマサイルを見捨てたとしても、所詮自分にとって体裁のいい死に方を手にするだけよ。そう考えると、やっぱりあなたは過去のことを全部知っているのね。私の可愛い弟、夫。ああ、これは姉のリサだ。体裁？そうだね、かつての君はカレンにもそういう死に方を考えたじゃないか。リサ、たとえ他の人を許せたとしても、君と僕自身のことは許せないよ。なぜなら僕たちはカレンを死なせた張本人だからね。
ここまで来ると静かだな。時間の残滓に邪魔されることもない。これは教会？あんたたち羅刹人のお寺？ああ、500年前からここは静かな場所だ。僕の父親はここで主教の座は僕に継がせると宣告した。しかしすぐに彼は殺されたんだ。その犯人である僕の姉リサ・シャニアテは、その後僕の甥のマサイルを操って天命の権力を行使した。そしてカレン、彼女もここで僕に別れを告げ去っていった。それより私たちが見た開花はやっぱりあんたの人生と関わりがあったんだね。そうだ、彼らは命を落とした。天命の内戦でね。一方はリサが支配していた天命本部、そしてもう一方は僕を陶酔者として推挙した新天命だ。あんたは内戦を経てその座を手に入れたんだね。その通り、1491年に起きたことだ。カレンが死んで僕が一人で逃げたあの年から14年が経っていた。その時からあんたは本当の意味でその幼馴染を生き返らせることに集中し始めた。そうだよ。よくまとめてくれた。君を目覚めさせた時にも言ったが、もうすぐその時がやってくる。まさか過去の時間から彼女を奪うつもりじゃないよね。それができたら話は簡単なんだけどね。しかし歴史は歴史だ。今日という角度から過去を変えることはできない。世界のかけらも魂の残影も、それは本物の世界と人にはならない。じゃあ、あんたは一体何をするつもりなの？本当に聞きたいのかい？間違っていたのかな。とにかくあんたは何度も私を助けてくれた。たとえ泥船でも最後まで乗るしかないよね。大げさだな。今回の計画がどう進んだとしても君個人に不利はないと約束しよう。その言い方だと他の人たちは大変な目に遭うってこと？
じゃあ将来の私はあんたに恩を返すだけじゃなくて蹴りをつけないといけないのかな。将来じゃなくて今蹴りをつけることもできるぞ。いいや、やめておくよ。今蹴りをつけたら恩を返せなくなるもの。それは任侠の精神に反する。天命のエスキューバルキリーが任侠の精神を守るとは初耳だね。あんたね。ああ、気にしないでくれたまえ。からかうつもりはないんだ。それに本音を言うと僕は結構死ぬのが怖い。そうでなければこの世界で500年以上も生きてはいない。そうだろう？あんたって人は本当にしょうがないね。さて、そろそろ外も時間だろう。全世界に向けて配信しているニュース動画があるんだが、君にも見せたくてね。おはよう、フカ。いや、フカさんと呼ばせてほしい。ええ、おはようございます、アインシュタイン博士。博士も体を鍛えに来たのですか？ああ、そろそろ体を動かさないとまずいと思ってね。ところで、今日はある理由から朝食は洋食のみになってしまったが、口に合っただろうか？ええ、とても美味しかったです。あのトリュフとフォアグラを組み合わせたステーキは口に入れたらすぐに溶けてしまうほど柔らかくて本当に美味しかったです。気に入ってくれて何よりだ。近頃は平和だったから名手が料理の腕を見せたくてうずうずしていたんだ。しかし見ての通り、彼の料理のスピードはプロには及ばない。軽率にシェフに休暇を与えてしまった結果、メニューを減らすしかなかった。いいえ、そう言わずに。本当に美味しかったですよ。最上級の食材を使ったからね。しかしそのおかげで僕は体を動かさなければと思ってここに来てあなたに出会えた。確かにソルトレイク基地自体がかなり広いですから、普段技術スタッフと戦闘スタッフは食堂でしか顔を合わせません。Thank you.
ああ、だからこうして世間話をする機会も滅多にない。フカさん、60年以上も前の話になってしまうが、この間、古いものを片付けた時に、この本がまだ綺麗に保存されていたことに気づいたんだ。これは、もともとはあなたのものだと思うんだが。これは、私がロンドンにいた頃、あの人に送ったもの。当時、あなたは彼に、愛潤すに泡をもってするわ、孝子に愛忘るるにしかずと忠告したが、やっぱり、記憶こそが一番大切なものだ。少なくとも、僕はそう考えている。カール先生、エマ先生、それからジョイス、彼らが僕の魂の奥に残した印が今までの僕の生き方を決めたんだろう。もちろん僕にとってもっと幸運だと思うところは、テスラ博士のようなお人よしがここ数年そばにいてくれていることだけどね。ええ、それは間違いありません。移り変わっていく曖昧な記憶よりも、たとえ腐れ縁だとしても、そばにいる友人の方が何倍も光り輝く存在です。彼らの命がすぐに消えてしまうとしても、です。人は、過去の苦しみや未来への幻滅のために、今の幸せを拒むべきではないのですから。まさに、人事に代謝あり、往来して古今をなすという詩のように。それは当時あなたが僕たちのために残した言葉。はい、今考えると、あの時孟詩人が感極まって涙を流したのは、周りの友人たちの輝きを感じたからでしょう。数千数万年の間にいた誰かのように、命の炎が急に消えたり、徐々に温度を失っていったりするようなことがあっても、命自体は過去でも未来でもない。ここの言葉を借りると、おそらくそれは、ずっと現在進行形なのだと思います。ありがとう。はい。ああ、僕の思い出話に付き合ってくれてありがとうという意味だ。それに、今のようにのびのびと生きているあなたの姿が見られて、本当によかった。数十年前の記憶を思い出した時に、ほっとできる。もちろん、もし彼ともう一度、真夜中の星空を見ることができたら、すまない。
少し話が支離滅裂になったようだ。僕は今すぐトレーニングを始めるべきかもしれない。では、フカさん。機会があったら、また話そう。
はあ、音信不通になってしまった彼女がやはり少し心配です。しかしこれもどうしようもないことなのでしょう。あの頃の趙雨、そして昔の学園長のように。そういえば最近は学園長とゆっくり話す機会がありませんでした。お風呂に入った後、学園長のところに行ってみましょう。学園長。ん？ああ、ふか。ハイペリオンの日常メンテナンス作業を確認しているんですか？そんなところかしら。まあ、単にじっとしてられないだけって思ってもいいわ。支配の律者のコアは行方不明になってしまったけど、ここ2ヶ月間崩壊関連の事件は3件しか起きていない。確かに私たちは律者を倒したけれども、こういうわけのわからない平和な状態はかえって違和感を覚えるわ。全文明でもこういうような何とも言えない違和感がありました。第11律者の誕生前のことですが、その後は、いえ、こういう比較はするべきではありません。今の私たちはもうあの時の過ちを犯しませんから。キアナたちもベルトもみんな優しくて大人で理性的だからね。学園長、どうしましたか？ふか、私はどんな人だと思う？最近ずっと考えているの。ほら、おじい様は500年以上天命主教の座にいるでしょ。ずっと不当な手段で物事を行ってきたわけじゃないわ。若い頃のおじい様はいいこともたくさんしてきた。孤児を引き取ったり、人々のために援助を求めたり、残虐な善人の主教を転覆させたり。そう考えると私が決めたことの多くは知らず知らずのうちに彼の影響を受けているのかもしれないと思うの。セイフレイヤーを作ったことも、天命本部に反逆したことも、かつてのおじい様がしたこと。でもこのままじゃダメ。違う道を歩くには彼の真似をしちゃいけない。ただ彼が私の中に残したものは、私が考えているよりずっと多いのかも。ごめんなさい、今気がついたけど子供っぽい愚痴だったわね。忘れて。そんなにプレッシャーを感じなくてもいいと思いますよ、学園長。もう十分できていますから、もっと肩の力を抜いてください。以前のブローニャさんの状況と同じです。家族の影響から本当の意味で自立することは決してたやすいことではありません。その過程で自分を疑ったり、世の中の現状に対し憤りを持ったり、どうすればいいかわからなくなったりするかもしれません。でも自分のペースで進み続ければ、きっといつか自分と世界が和解でき、心の欲するところに従えども糊を越えずという。ありがとう、フカ。だけど私は学園長よ。そして極東支部の部長でもあるわ。私はみんなのために必要な時に決断をしないといけない。ネゲントロピーはカカリアを逮捕しました。そしていつか私たちもオットーと決着をつけます。
それは本来学園長一人が背負うべき責任ではないと思います。ええ、分かってるわ。緊急連絡？もしもし、テレサよ。テレサさん、緊急連絡を使って仕事の邪魔をしてすまない。これは天明が全世界向けに放送したニュース動画なんだが、テレサさんにも見てもらう必要があると思うんだ。全世界の皆さん、ごきげんよう。天明組織の司教、オットー・アポカリプスだ。一部の人はすでに知っていると思うが、我々の生きているこの地球には崩壊という災害が周期的に発生している。そう、今までは秘密を保持するためにニュースなどでは不明災害と称されていたものだ。天明の調べにより、崩壊は文明とともに誕生し強くなること、そして文明自身をも破壊するほどの力を持つ災害現象であることが分かった。しかし慌てることはない。少し前の8月に天明の極東支部とアメリカのネゲントロピーという組織が力を合わせ、最も新しい崩壊の首都を倒した。この2ヶ月間、全世界の崩壊災害も大幅に減少した。きっとみんなも多かれ少なかれ感じていると思う。その事実を見ると、人類の文明と崩壊の対決が、すでに新しい起源に入ったように思えるのだ。人類が守りから攻めに転じ、我々の世界から崩壊を徹底的に駆除する時代が、もうすぐ訪れる。崩壊は継続力に欠けている。そして人類からは次から次へと新たなヒーローが生まれていく。こういう変動の時に、人々には世界の真相が、そして天命には新たな人材が必要だ。以上、このオットー・アポカリプスは、本日をもって天命司教の座を退き、組織を抜けさせてもらう。僕の後継者であり、極東支部のリーダーでもあるテレサ・アポカリプスは、近々司教として天命を率いることになる。彼女の導きのもと、世界と天命には、より明るい未来が待っていると、僕は信じている。
おじい様が司教を辞めるの？声明の文章によると、オットーはすでに天命司教の座から退いたようだ。しかし、緊急事態はそれだけではないんだ。ついさっき、天命側からファックスが届いた。テレサさん、ニュースの声明の通りに、ウィーン郊外の旧本部で行われる儀式に参加し、天命司教に就任してほしいとのことだ。そして。そして？そして、現地で支配の律者のコアを発見したから、我々に回収してほしいと。司教様、極東支部のハイペリオン号より通信が届いています。時差の関係上、テレサ様の率いる極東支部の主要メンバーは旧本部に現地時間午後15時に到着します。ああ、全て計画通りだ。僕が計画した罠だと知っていたとしても、彼らはかからなければならない。何しろ彼らは支配の律者のコアを無視できない。そして僕が彼らに渡したデータからも、僕が嘘をついていないことを証明できる。これから彼らは僕が手配したステージの上で、深く、そして完璧に、オットー・アポカリプスが一体何を考えているのかを知ることになるだろう。そして彼らの認識自体が、この計画で最も鍵となる変化だ。うん。では司教様、明日午後のおもてなしは、この琥珀が。いや、君は別の任務を行ってほしい。ハイペリオンのもてなしに関しては、別の考えがあるから、他の人に任せるよ。承知しました、司教様。さあ、君も休むといい。これからやってくる週末は、長い48時間になるからね。サイは投げられた。数少ない懸念も運命に従うしかない。オットー・アポカリプスはここで断言しよう。この生と死よりも豪華な賭けの中、己が準備できるあらゆるものを用意したと。ハイペリオンの着陸まであと1時間もない。みんなと話をしましょう。こんにちは、キアナ。ああ、テレサ。あ、公の場では学園長と呼んだ方がいいよね。学園長もデッキの風景を見に来たの？ええ、そういうところかしら。何せ、これからあの人と向き合うんだもの。デッキで散歩しながら気持ちの整理をして、みんなと話をしたかったの。もしくは、一人で過去のことを思い返してみるとか。ほら、ちょっと空気を重くしたかしら？ううん、そんなことないよ。そうだ。そういえば、
学園長はヨーロッパの地理に詳しいんだよね。遠いところにあるあの雪山は例のアルプス山脈かな。ええ、そうね。これから向かう天明の旧本部はその東側の山脈にあるの。浮遊島がまだなかった頃、この航路は結構賑やかだったわ。当時はバルキリーだけじゃなくて御三家の様々な貿易相手もいてね。そういえば、律者コアで見た記憶では、パパはこの辺りで飛行機を操縦していて、彼女もいた。あの時、私たちは三人で戦闘機に乗ってて、その後。2007年頃まで、旧本部には、まだいくつか研究施設があって、Kシリーズのクローン実験装置もあった。そうだよね。え？キアナ、あなた、その時のことを覚えているの？厳密に言うと、最近、律者コアの中に残されていた記憶を見た、かな。9歳の頃、何もわからない状態だったし、何があったのかもよく理解できなかった。あの頃は、パパが私を悪い人たちから救い出してくれたことしか覚えてなくて。自分がパパの本当の娘じゃないってことも知らずに。今のあなたは紛れもなく彼の娘キアナ・カスラナよ。済んだことは過去にしましょう。うん、それもパパの願いだったのかもしれない。あの人の名前を私に継がせるという形で、彼女が残した優しさを忘れないように。当時の私は彼女と瓜二つだった。オットーは、律者の容器を作るために、彼女の遺伝子を盗んで、私というクローンを作り出したから。
なのに、彼女は私に怒りをぶつけるどころか、私を本当の妹として扱ってくれた。彼女はパパと一緒に私を重い枷から解放してくれただけじゃない。私を守るために。ええ、わかってるわ。あの事件の後、おじい様は私を騙した。あなたの姉は本部で治療を受けてるって。知ってるよ。でも、律爵アの記憶によると、彼女はおそらく、あの事件の後、この世にいないと思う。あの人とケリをつけなければならないことがありすぎるわ。けど今は、支配の律者の事件に、本当の意味で終止符を打つことの方が、もっと重要だと思う。うん。わかってるよ、学園長。ただ、この数ヶ月間、私はコアを通して、過去の欠片をたくさん見た。こういう機会があったら、やっぱり状況を知ってる人と話してみたいって思ってたの。私、まだまだ未熟だね。ううん。むしろそれは成長よ、キアナ。笑顔で悲しみを隠して、本当の意味で心を開いてくれなかったあなたより。なわりと悲しみを分かち合えるようになったのは、大きな進歩よ。この学園長が保証するわ。そうかな。なんだか急に褒められると、ちょっと恥ずかしいな。生徒の成長を学園長が見逃すわけないでしょ。ハイペリオンの着陸まで、あと1時間くらいあるから、ここで風景を楽しみましょう。うん。ありがとう、学園長。Thank you.
ハイペリオンの着陸まであと1時間もない。みんなと話をしましょう。こんにちは、キアナ。白虎長風、青龍出水、朱雀東雲、黄龍破天。はっ！こんにちは、フカ。朝の鍛錬中だったかしら。あ、こんにちは、学園長。今は午後でしたね。邪魔でしたか？ううん、聞いてみただけだから。それに最近はずっとシミュレーション装置を使って練習していたし、こういう屋根のない場所は久しぶりでしょ。やっぱり学園長はよく見ていますね。そうですね、今行っているのは鍛錬というより心を落ち着かせるための修行なのかもしれません。学園長もご存知だと思いますが、オットー主教のことは500年前から知っています。彼の善行も悪行もこの目で見ましたし、彼の善意を受け入れ裏切られたこともありました。それらは過ぎたことですが、やっぱり気持ちとしては複雑な部分があります。そんな話よりも、今回ネゲントロピーが再び協力してくれたことに感謝していますが、ソルトレイク基地に残された兵力があまりにも少ないと思いませんか？今のベルトさんは断りの律者のコアを持っていませんし。そうね、この前の作戦会議の後、私もそれが心配だって伝えたわ。でもベルトの話によると、独自に活動していた多くのネゲントロピーの執行者を招集してソルトレイク基地に向かわせているらしいの。メイの父親のリョーマさんや係屋孤児院のシンマール、アラハト復元プロジェクトの AI のエイダとかね。やはり少し無理ではないかと思います。彼らは共同訓練に参加したことはないでしょうし、作戦どころではありません。防御に兵力を分散するより限られた戦力を集中させるべきという作戦会議の結論に異論はありませんが。幸い衛星レーダーの観測によると、天命とヨルムンガンドに出兵の痕跡はないみたいね。はい、この時点で私たちは自分たちの判断を信じるしかありません。戦術行動にはリスクがつきものですから。え、私もメイがいる限り、ヨルムンガンドが隙を狙ってネゲントロピーを攻撃してくる確率は低いと信じてるわ。はい、きっとメイさんも新たな環境の中で成長したのでしょう。覚悟を決めて外に出る、本当に強いと思います。フカだって成長したでしょ。学園長、私は。あなたも長い人生のトラウマを克服しつつある、そうでしょ。本音を言うと、私は学園長としてまだまだダメね。けどあなたたちみたいな生徒がいるから、きっといつかあなたたちだけではなく、自分がこの世界に残したものに誇りを感じると私は信じてる。学園長。なあ、もうそんなことを口にするなんて恥ずかしいわ。はいはい、
生徒の鍛錬を邪魔しないでおくわね。また後で話しましょう。はい、また後で、学園長。ごきげんよう、アインシュタイン博士、テスラ博士。ああ、ごきげんよう、テレサさん。へえ、おはよう。ああ、もう、時差って嫌ね。こんにちは。今日こそ夫をぶん殴らないと気が済まないわ。その、おじい様が何を企んでいるのか、まだわからないけど。ふん、あんたは優しすぎるのよ、テレサ。ほら、ここにいる人たちは、あいつのせいでひどい目に遭った人ばかりでしょ？ジョイス、リアーナ、それとヨアヒムの父親の仇もまだ取ってないのよ。あ、ごめん。あんたの前でこんな話をするべきじゃなかったわね。いくらあんな奴を嫌いと言っても、あんたにとっては家族でしょ？ごめんなさい。ちょっと頭に血が上っていたわ。ううん、謝る必要はないわ。おじい様は確かにネゲントロピーにたくさん申し訳ないことをしたもの。ただ今回は、今回彼のパフォーマンスは必要以上に多かった。そう思っているのかい？ええ、そうね。おじい様は、昔とどこか、少し違う気がする。そう感じるの。確かにそうかもしれない。しかしそれでも、彼がこの世界で最も危険な人物の一人であることに変わりはないよ。潜んでいるあらゆる罠を、僕たちは注意して避けなければならない。ええ、覚えておくわ、博士。そういう可能性に直面したら、私は自ら前に出て、できるだけ仲裁する。学園長、ちょうどいいところに。学園長の助けが必要です。え、どうしたの？あ、テレサ学園長、ブローニャお姉ちゃんがチーム分けして訓練しようって提案してくれたんですが、実力に合ったチーム分けがなかなかできなくて。
補足として説明しておきますが、ロザリアがどうしてもリリアと同じチームがいいと言って聞かないので、訓練が止まってしまったのです。ふん、ブローニャが手加減してくれないからじゃない。ゼーレもよ、リツシェや聖魂覚醒者にかなうわけないわ。バカロザリア、手加減したら訓練の意味がないでしょ。けど私たちを別のチームにしてもメリットがないでしょ。共同作戦の効果がすごく下がるもの。ふっ、二人とも弱すぎるだけじゃない。ゼーレどいて、私が耐久力の稽古をつけてあげる。でも。はいはい、ちゃんと手加減してあげるから。私だって外の空気を吸いたいのよ。わかった。あんまりいじめないでね。はいはい、命に関わるようなことはしないから、安心しなさい。なるほどね。話を聞いて、どうして私が必要なのか大体把握したわ。私に話しかけたのは、私がアリン姉妹と組んでブローニャとゼーレの相手をすればバランスが取れる、そういうことよね。はい、さすが学園長です。それがブローニャの考えでした。いいわ、着陸までまだ時間があるし、今のハイペリオンに他の用事もないしね。やったー、テレサちゃんがいればウォッカガールズはヨーロッパ一のグループになれるわ。ロザリア、これはオーディションじゃないよ。せっかく学園長が参加してくれるのですから、急いで訓練を開始しましょう。よろしくね、テレサ学園長。ロザリア、そんなに興奮するとバカになるよ。でも確かにロザリアは成長したと思います。戦闘中に学園長のペースについていけてましたから、それ自体がすごいことです。リリア聞いた？ブローニャが褒めてくれてるわ。少なくともぐるぐる回ってもめまいを起こさなくなりました。ちょっとひどいじゃない、ブローニャ。先に言っておくけど、めまいを起こさなければ一人でも負けないわ。館内放送です。デッキにいる皆さん、ご注意ください。ハイペリオン号は30分後にウィーン郊外カロスタンの旧天命本部に着陸します。皆さんは直ちに館内にお戻りください。時間が経つのは早いわね。学園長。え？手分けしてデッキを確認しましょう。放送に気づかなかった人がいたら、着陸時に事故が起きてしまうわ。ええ、それに天命がどういう方法で私たちを出迎えるか分かりません。そうね、慎重に対応するようにとみんなにも言っておかないと。もし必要なら他の人は顔を見せないで、先に私とネゲントロピーの博士たちが向こうと接触するわ。
できる限りキアナを守るためですね。ええ、何しろ過去のことを考えると、ある意味この世で最もおじい様が気にしているのは私たちではなくキアナだってわかるもの。私の出番かな。私と一緒にお宝を取りに行きましょう。意識は肉体、ブローニャはたった、ブローニャの意識。あなたと世に相談したいことで、道が険しくとも策がある。行きましょう。島の前の天命本部、ただいま。不朽なる刃、隊長デュランダル、主教夫アポカリプスの命を受け、極東支部のテレサ・アポカリプス様をお迎えに上がりました。そんなにかしこまらなくていいわよ、デュランダル。今の状況はかなり複雑だってあなたも知っているはずだから、単刀直入に聞くわね。これからおじい様に何か予定は？律者コアの手がかりはどこにあるの？主教様は辞任の手続きで大忙しとのことです。そのため私は律者コアの影響を受けたエリアの探索に全力で協力するようにと命じられています。それから以前、主教様は支配劇場の痕跡と第二の神の鍵、旋回地上を通して虚数の木に接触したことがあり、そういうことがあったからこそこの一帯の律者コアと共鳴したのではないかと主教様はそう推測しています。何せビムルの実験室がヨルムンガンドに破壊された後、旋回地上の一部の付帯施設はこの旧本部に移転されましたから。待って、ちょっと待って、今なんて？オットーが支配劇場の痕跡を？それいつのことよ。1ヶ月前です。その時期だとは。支配の律者が倒されてからかなり時間が経っている。少なくともネゲントロピー側には支配劇場に入る方法がない。それを利用するなんてもってのほかだ。主教様でしたらその質問に答えられるかもしれませんが、あいにく今は私でも連絡が取れない状態でして、非常に気まずいことではありますが、
いつもの主教様らしいといえばらしいです。あなたたちのせいじゃないわ。おじい様はいつも無責任だったもの。特に何かを企んでる時は。そうかもしれません。ですが主教様の協力のもと、私の中にある世界の泡を虚数の木に再接続することができました。その件においては彼に感謝しています。世界の泡を虚数の木に再接続する、それは不可能に近い挑戦だ。だが今の僕たちにはオッドーの本当の目的を推測できない。彼が明らかにデュランダルさんを利用していることが分かったとしても。デュランダルさん、君はリュツシャコアの手がかりは旧本部の周りにあると言ったね。それは一体何だい？言葉通りの意味だと時空環境の異常を指しています。そういった異常は暴走したリツシャコアが絡んでいる可能性があると主教様はおっしゃっていました。それを前提とするとおのずと行方不明になった支配のリツシャのコアの可能性が一番高いと考えられます。そんなのいくらでも辻褄を合わせられると思うけど、もちろんそれはあんたの言う時空環境の異常次第だけどね。具体的な状況はまだ調査中ですが、今のところ手に入れた情報によると、ある歴史の時空が私たちの時空に投影されたようです。へえ、ある歴史の時空が私たちの時空に投影されたのね。は？待って、あんたが言ってるのはあの時空投影なの？ボサ頭が研究したあの？あんた自分が何を言ってるのか分かってるの？天命の S 級バルキリー。公の場ではアインシュタイン博士と呼んでほしい、テスラ博士。しかしデュランダルさん、テスラ博士の失態も理解できる。僕たちのいる現実では時空を曲げるには相当な質量やエネルギーが必要になる。時空投影ならなおさらだ。通常は得意点の向こう側、漁師の海や虚数の木の奥にそういう現象が発生する。つまり極めて特殊な原因がない限り、そういう現象が当たり前のように地球の表面に発生することはないんだ。しかしもし君の言った状況が事実なら、デュランダルさん、最悪な推測だが、超空死に続いてもう一度ここで虚数侵入が起きると考えられる。虚数侵入ですか？つまり通常空間が特異点に侵食され、虚数空間と同化する現象ですが、天命では超空死のような特異点の実態は観測されていません。本当にあり得るのですか？そんなの簡単よ。もしその特異点が例の暴走したリツシャコアだったら、その本体はまだ虚数空間の内側にとどまっている可能性がある。その場合今の状態はバランスが絶妙に保たれているとも言えるわ。数年前の安定していたように見えていた超空死みたいにね。そういうバランスが少しでも傾くと、その多くは火山噴火のように急激に悪化するのよ。ち、私ったらどうしてあのオッドーの味方みたいな話をしているのよ。手元に確かな証拠もないのに。とにかくもし時空投影が事実なら、僕たちはオッドー主教からとんだ厄介事を押し付けられたということになる。そう、第二次崩壊のように。皆さんも同じ心配をしているのでしたら、先にこの時間を利用して私と共に異常現象エリアを調べに行きませんか？天命であれネゲントロピーであれ、崩壊を止めることが私たちの責務ですから。確かにね。けどこちら側も某主教の存在のせいで困りごとが多くて、
手が回らない状況だってことも理解できるはずよね。こうしましょう、ディランダル。まずは私とあなたが状況を確認する。それでいいかしら？ちょっとテレサ、さすがにそれは危険すぎるんじゃないの？平気よ。天命の人質になるという視点から考えても、今のハイペリオンで最も適した人選になるわ。でも。なるほど。一連の事件がありましたし、テレサさんの心配も理解できます。ではその後の連絡作業のために、こちら側も不朽なる刃の非戦闘員をハイペリオンに残したいと思うのですが、いかがでしょうか？公平を期するため、天命側の人質としてこちらに渡すということか。デュランダルさんはオットーに利用されているだけだと思っていたが、彼女は誠意を見せてくれた。僕たちもしっかりと仕事をしなければ。ネゲントロピー側に異議はない。ただテレサさんは技術スタッフではない。情報収集の効率に関してはプロには及ばないだろう。それを補うために現場調査にはテスラ博士も連れて行ってほしい。自分の身は自分で守れるようでしたら問題ありません。ああ、飛行の操縦技術なら彼女は世界でもトップクラスだ。ちょっと勝手に話を進めないで。誰も私の意見を聞いてくれないわけ？おや、テスラ博士はハイペリオンに連絡要員として残りたいのかい？必要に応じてオットー主教との通信を担当してもらうことになるが。はあ？そんなのしたいやつに任せればいいでしょ。あいつの声なんて聞きたくもないわ。しかしハイペリオンにいる技術者は僕たち二人だけでね。ち、わかったわかった、現場に行くわよ。行けばいいんでしょ。エレサ、デュランダル、行くわよ。そんな手ばっかり使うボス頭の相手はしたくないわ。行ってらっしゃい、テスラ博士。右側の山はかつて御三家が暮らしていた旧宮です。時空投影現象はその麓にある町の中で起こっています。現在部外者は全員危険地帯から避難してもらっています。今のところ異常エリアに拡大の兆しはありません。カロスタンについては私よりもテレサさんの方が詳しいと思いますが、テスラ博士は以前こちらに来たことは。ふん、こういう官僚主義だらけの場所に来るわけないでしょ。あ、二人のことを言ったわけじゃないのよ。気にしないで。構いません、理解できますから。では引き続き私から基本情報を共有しましょう。先行調査によりこの先の時空は15世紀と一部が重なっていることが分かりました。百聞は一見にしかずです。まずは広場から確認しましょう。ゲニウスの付帯装置を使って。
時空が投影され、重なったエリアではこうして古い時代の情報のかけらを受け取ることがあります。かけらは小さい実物だったり、断片的な声だったり、感情の反射という場合もあるかもしれません。ご自分で確認してみてください。あまり心地のいい体験じゃないわね。中世人の暮らし、なんて恐ろしいの。まあそれは置いておいて、ここの侵食度を見る限り、私が予想していた最悪な状況には陥っていないようね。よかったわ。少なくとも建物が空中にあったり、大昔の死人たちが大量に出てきていたりはしないもの。少し待ってて。ここの侵食度をもとにプログラムを実行して異常源を検出してみる。よし、信号強度の分布は規則的なようね。あの辺はどういう場所なの？カロスタン町の中心、アイリス広場です。広場ね。わかった、その広場に行ってみましょう。 99.7% の確率で役に立つ手がかりを発見できると思うわ。そういえば、あんたたちは 99.7% の意味を分かってる？それは、標準偏差の3倍。テスラ博士、あなたの判断を信じてるわ。はいはい。バルキリーは数学の話が苦手なのね。分かったわ。天の道は利して害せず、聖人の道はなして争わず。
Thank you.